も高いです。こちらの本、プロパガンダ幸福政治宣伝のからくりを見抜くって本と、こちらの本、人を動かす幸福デザインの心理術33っていう、この2つの本にね載っている話なので共通しているところを話したいんですけど、おとりの力っていうね、おとりの力を使ってその企業の売り上げをねグググッと上げていっていくって話で、あなたは次に上げる1から3のうちどれを選びますかっていう話をします。1、ニュートリバーガー、栄養価はとても高いが味はまあいい程度の豆腐バーガー。2、テスティーバーガー、味はとてもいいが栄養価は普通のハンバーガー。3、パーマーバーガー、味はまあいい程度で栄養価はとても栄養価も普通のハンバーガーこの場合おとりとなる選択肢は3、すなわち味がまあいい程度に過ぎないハンバーガーで、合理的に考える人ならこの少しを取ったハンバーガーを選ぶことはまずないはずである。美味しいランチを食べたければ選択肢2の味がとてもねいいテスティーバーガーを選ぶだろうし、栄養価の高いランチを食べたければニュートリバーガーを選ぶだろうと。実際この研究で踊り選択肢を選ばれることはほとんどなかった。しかし踊り選択肢3の存在が何の影響も及ぼさなかったわけではない。我々の研究では一般的な商品9種類に関して意思決定が調べられたが、概して踊りが含まれているのとそれに類似した商品が選択される傾向が強くなった。実際テスティーバーガーはニュートリバーガーより 6.7% 多く選択されたので、 6.7% というのはわずかな違いに過ぎないと考えるのかもしれない。しかしプロクター&ギャンブル社やジェネラルモーターズ社などの企業が生産するスモールブランドの場合を考えると、市場独有率が 1% を超えるということは年間売上が10億円以上も増加することに意味する。現実の世界の出来事を考えると、我々が実験で使ったおとりは67億円の売上増という効果を生み出したのかもしれないので、このあまり高価値のなさそうなおとりがどのように被験者の選択に影響を及ぼしたのだろうか、答えやかも対比効果って。だからこういう本ね、一番ねシンプルで分かりやすくなったのはこちらの本なので、こちらの本をまず読んでみて、もっと詳しいの知りたいなって思ったらね、こういうね本読むとね、あ、なるほどねって思うような内容書いてあるのでおすすめですよ。それでは。